ニットプランナーオープニンググループ EN ハイプエヌが2023年ミラノファッションウィークで存在感を証明した。メフキのレポートによると、 EN ハイプエヌが最も影響力のあるインフルエンサーとなり、プラダに1110万ドルの利益をもたらしたという。2023年9月21日ニットプランナーオープニンググループ EN ハイプ N の7人のメンバーがプラダの2024年花火メンズウェアコレクションを披露するファッションショーに出席した。 EN ハイプ N がブランドアンバサダーに就任してからミラノファッションウィークに登場するのは今回が初めて。 JXCS の登場にも会場を埋めたファンから熱狂的な歓迎を受けた。 EN ハイプ N はウィメンズウェア SAS24 ミラノファッションウィークに参加した後、レフティが発表したトップインフルエンサーリストでトップになりました。プラダはイベント中に EN ハイプエヌの写真投稿を8枚共有した。この投稿にはファンからのリツイート、いいね、コメントが殺到した。その結果、EN ハイプ N は1110万ドルを生み出しました。プラダのメディア獲得価値は1722億ドル、ソーシャルメディア投稿によるエンゲージメント率は 10.2% でした。 EN ハイプ N が投稿を通じて生成した EMV の額は、2023年ミラノファッションウィーク後にプラダが獲得した EMV 総額のほぼ4分の1、つまり4610万ドルに達する。しかし本当に際立っているのはプラダであり、彼らは4610万ドルの EMV でソーシャルメディアを独占し、認知度において強力な地位を占めています。インフルエンサーに関しては韓国のアーティストが圧倒的に多いです。ニットプランナーオープニングボーイズグループ EN ハイプ N がイベント中に年間の1位を獲得した。